おはようさん。アップデート来たね。まあ、毎度のごとくこの動画がいつ上がっているかは知らんが、まあ、アップデートが来たということでやっていこう。まあでもまあまあまあ俺の言うた最悪のパターンじゃなかったですか。新モンスター、あ、ちょっと早い、フライングした話。新モンスター何言ってたかっていうと、新モンスター来るっつっても、まあ、色変えたような 2P カラーみたいな色じゃないの。適性も純血種準拠で、まあそんな感じかな。それが一番安直だよねって。でもしかしたら派生種が増えるかも、なんか新モンスターがいるかもみたいな言ってたけど、まあ適性そのまんまで色違いばっかりだったね。ムーとかぐらいちょっと頑張ってたの。ムーで白とかなんか2のレアモンがいたのが、あのツイッターでほのめかしてた感じだったんだけど、まあ、こいつ言っとくか、まあ、こいつ育てたのよ。またこいつに関してはちょっと次の動画で専門的にやろうと思う。このね、魔人ダンス、アメクミナコ。ミーナだね。あのマックスで妊娠を機に壮絶な人生を歩むことになったミナコ。まあ、女性にしかわからない、やっぱ重みがあるんでしょう。ちょっとこいつ、まあ、こいつ主人公の戦いはまた今度。なんだこいつ、フランチェスカ。やはり鍛えている。フランチェスカとマックス。銀河の誓い。華麗なるステップ。どっちが勝てるか。美しすぎない？ミーナ一番人気あったよね、当時。まあ、やっぱダメなんでしょう。なんで活動さし、あ、で、やめよ。この話はやめよ。今回アップデートの話だ。アップデート会。アップデートして何なんだっけ、何ちょっとこれ、やりながら話すの大変だな。あ、せ、あのこいつ、セーブデータ枠が、拡張された。セーブデータ枠が1個追加されて、で、さらに追加で買えるようになったと。で、最大なんか12枠か3枠か、なったと。で、俺はもう1000円払って、なんで避けんだよ、こいつは俺のステップを。俺はもう1000円払って買いました。まあ、多分12枠も使うことないと思うけど、買いました。で早速、まあ、それでこう、セーブしてます。これはいいね。これ助かってる。ほんと助かってる。やりながら喋るのが大変すぎる。次からオートモードにしよう。もう俺には無理だ。強え、やばい。蹴りが強い。蹴りが強い。ダンスがいらない。ダンス、なにこいつ。俺、やるしかねえ。俺のステップ。俺のステップ。アクエリアス、あれ、アクエリアス、すごい。おい、フランチェスカが。フランチェスカが、お前はよ、まあ、強すぎだな。まあ、こんなもんよ。アメクミナコ、まあ、旧姓だね、ミーナ。じゃこいつ今回にしておこう。もう次の動画のネタがなくなる。次の動画のネタのために、まあ、彼女の出番はここまで。お、モンスターバトル協会フィンバーデイリーボーナス。この使い道のない円盤石がただただ溜まっていく。これ大会モードはどうやんだこれ。大会エントリー。おい。ああ、間違えた。待て。おら。ちょっと待ってくれ。どうやんだよ。この大会はできないの？なんか、ここだけ白黒時代になってる。力道山が大活躍していた時代のカラーリングになってるぞ。現在、大会は開催されておりません。これもね、なんかあるんだよ。大会くん、なんだっけ。大会くんで大会運営をしますみたいな。何なんだ大会くんって。激落ちくんの友達か、主婦の味方激落ちくんの友達。5月頃の大会をの開催を目指してるっていう、なんかよくわかんないやつ。こいつのために1個ね、このね、用意してあるのよ。あれあれ、あさこの データいないのか。ね、1匹モンスター用意してんだよ。すでに育成を始めようとしている。ただこのなんかレギュレーションがあったら困るから、合計値いくらまでみたいな。あったら困るから、ちょっと、そこまで育成終わってないんだけど、まあ、一匹ね、またね、今ね、作ってる。いいやつを。大会くん楽しみだね。5月中に大会くんによる大会が行われるという、そういう話。じゃあ一回バスターズ。で、新規モンスターが、出てくんな、こいつは。新規モンスターが出てきたらしいから、ちょっと新規モンスターと戦いたいんだよ。ピチティ、これあれじゃないか？新規モンスターじゃない？なんだっけ、T シャツの色違い。なんだっけ、こいつ。T シャツ黒。
T シャツかっこ黒、こいつ来るんじゃないか、ピッチ T。 さあカモン、やろうぜ。見させてくれ俺に。んだよお前よ、白 T じゃ、てかめっちゃ太ってんなお前。白 T じゃねえかこいつ。旧型の T シャツ、全シーズンのファッションで挑んでるな。やべえなこいつ、メンズノンノの表紙は飾れんぞお前。お前に飾らすことはできない。おまけにうるさいという近所迷惑。ピッチティームぶっ殺したら。お前はいいんだよ。新規モンスター戦わせてくれ。あのね、新規モンスターなんだっけ、ディスクの新規モンスターはちょっと育てたのさっきまで。まあでもただそいつを最終的に強くするんじゃなくて、進化じゃねえ、ごめん、合体素材としてそいつは育ったんだよ。いいね、なんか技が結構独特なやつが多いから、合体素材として結構優秀なのが多いね。ただ最初に言ったみたいにちょっと面白みはなかった、本当に面白みはなかった。俺はテクモに質問した。テクモお前、あんだけツイッターで粘って粘って、そんなもんか、そんなもんか。ブッシュ、痛い、この拳、俺がテクモに対するこの拳、引いたか、この拳、避けやがったなこいつ。あまり拳を受ける気はないらしい。なんかいっぱい出たよね、マグネティックス赤とか、スケルトンも出たんだね。ムーが来たよね、ムー、なんか技を全部覚えてるとかいう、いまいち面白みがない。アポカリプスっていうのがさ、ガッツ回復が17でさ、俺の育てた七瀬の存在意義はちょっとなくなってんだよな。こっちの方がかっこいいだろ、白で。もう一匹育てようかな。しかも初期技がジャンプブレスっていう、かなり使える。俺の七瀬、お前の存在意義は薄れかかっているぞ。5歳4ヶ月で。こいつなんだ、魔人か、ガトリングブローか。お前はいらない、新規モンスター来てくれ、頼む。こいつどうだ、こいつなんかわかんねえ、何が伏せ字になってんのかわかんねえけど、こいつはレアモンである可能性が高い。今回の新規モンスターであるということを俺は願う。みんな育ててないのかな、まだちょっと早すぎたかな。ちょっとやっていこう。さあ来い、どうだ。んだよおめえよお前無課金アバターじゃねえか。どうめ、新キャラが来ねえんで、お前との戦いなんかもう前哨戦にもなんねえぞ。ただ時間を浪費する戦いになってる。なんで当たんだよそれが。腹立つなこいつ、こいつ腹立つな。一発かますか、ジャンプブレス、かまさざるを得ない。さあ打ってこい、もう一発打ってこい。そう、ヌンチャクを避けてからのジャンプブレス。なんで避けんだよ、こっちの避けじゃ台本と変わってくるぞお前。場を荒らすタイプの芸人か、台本には従わない。俺台本には従いませんよ。変えちゃいましょうよこの業界。そっち系か、痛い、殴らないで、殴らない。コストパフォーマンス、尻尾吹く、なぜ避ける、コストパフォーマンスの尻尾、やめて、レーザー渡る、レーザー。そういえばこのレーザーとかのさ、なんかバグってたじゃん、レーザーの飛んでいく位置が。これもなんか前のアップデートで直ってたんだってね。知らなかった、全くもって知らなかった。お前こいつに負けてたらもうアポカリプスかっこ白に立場ないぞ。ちょっと次からオート戦するわ、もう喋りながらやる元気がない。ちょ、これ早くしょ、これは何、自分で開催できないの、自分でさぬきプレゼンツできないわけ、やらせてくれよ。何、俺には権限がないわけか。年収が低いよ、あなたに権限はありませんっていう至上主義。年金じゃない、年収、もうダメだな俺今日はもうダメだ、頭がウイルスに侵されてる可能性がある。やるか犬、行ってこい。ロード、こいつはロードっていうことはアポカリプスだな。ただこのアポカリプスは普通のアポカリプスと見た、だってロードで出てくるもん。その辺も抑えてるぞ俺の変が。ダメだろうな、来ねえかな、もっといいやつ頼むから来て。カメムシ、これ寒天虫だろ、面白みがねえな、来てくれ頼む。ムッシュ勝山、ムッシュ勝山ってまだ生きてんの、
ムッシュ勝山だったっけ名前。ムッシュこいつこいガリっていなかったよな新キャラ。いねえな。さあなんかこなんだっけこいつ名前忘れた。名前闇シャクトリって名前だったのこいつ。やばい欠落してる。この一月で欠落してる。ジェノス、これはダークヘンガーか。ダークヘンガーかか。それガイアもさなんか CD 再生されるんでしょ。なんかされたらしいね。一応今までの感じだとガイアは CD では再生されませんって感じだったんだけど、ちょっと戦っとくか。銀くんと戦っておこう。ちょっとオートで行こうぜ。パブロフ、あとは任せた。これはなんだ、これ落書き2か。これは落書き2。俺ハエツキが好きなんだよな。ちょっとハエツキもね育てたいと思っている。ノバ、あとなんだっけ新しい要素。対戦モード、一気側のエントリー方法の変更、これはどうでもいいです。よく知りません。これぐらいか。モンスター再生 CD、データ追加。これもね、ちょっと一通りさっき見てたんだけど、なんかあんまり面白いのなかったね。特殊型をね、探してはいたんだけど、あまり目につくものはない。多分なんか Twitter を見てる感じ。今回、6000何百曲ぐらいが、新しく追加されたんでしょう。それを一から見てっている人がいるみたいで、多分相当正確な情報がそろそろ完成するはず。それを見てねまた再生していこうと思う。面白いモンスターは随時募集している。いいわ、この今のこのあんまり外出られないこの時期このゲームいいと思う。脳死でできるからね。脳死でドーピングするゲームになってるから、健康にいいのか悪いのかよく。お前オートでも強いじゃねえか。俺の操作より強いぞお前。ひょっとして俺いらない。この二十何年前の AI に負けてんのか俺は。悲しい、悲しみを背負っている。ちょっと一回だけ新規モンスターと戦わせてくれ。なんだこれ、いいんだよこの円盤石とかゴミが溜まっていくシステム。あ間違えた、毎回間違えちゃう。これねあれだ、スチームのゲームをさやってたからさ、スチームのあのバイオハザード5のマーセナリーズにちょっとハマってて、久々にやったら、あれ XBOX のコントローラー持ってる人分かると思うけど、要はプレステでいう×のところがあれ A なんだよね、あの海外の仕様に沿ってて。だから間違って B を押しちゃうっていう、そういう言い訳を長々とやって、よし窪塚、満を持して窪塚、沢尻エリカ、お前じゃない、お前はもうこの世には出てこられないんだよ。沢尻エリカ。ディスク、これはどうだ、進化、新キャラか。見ていこう。いや、普通のディスクである可能性が、なきにしも。新キャラがいない。誰も新キャラ使ってない説が立証されつつあるな、今。どうしよう。窪塚の勇士。俺今あれだな。マニュアルにしたな。畜生。痛い、なかなかいい技を、いい命中技をお持ち。お前それ大ダメージ技だろ、なんで当たんだそれが。クソ命中率低いはずだろ。こいつやってる、こいつやってる、怒ってる。新キャラの影に隠れて怒ってる。おい痛い、多分窪塚の足の方が痛いぞ。こんな石ころかかとで蹴ったら、おなんだそのビーム強い。この前転蹴りがマジ強いんだけど、こいつもうこれだけでいいよ。他の技いらない、窪塚他の技いらない説。よし、強すぎる。着々とダメージを稼いでいく、この男すごい。そしてマシンガン命中率低いな。回転アタックも避けていく、ひねりアタックも避けていく。当たらない。しかしこれはね時間を結構長く使える。強い、やはり窪塚お前は強かった。新キャラ見てえな、まだかな。ちょっと新キャラ出るまで粘るか、ちょっと粘ってみるか。誰でいこう、まあ、一目惚れでいっとくか。お前じゃねえんだ、お前カービィよりもおめ手足が少ねえだろ。レドソード、面白い名前じゃねえか。お化け、面白い名前じゃねえか。曲げ、これどっちだ、まあ、多分ちょんまげだと思う、多分ちょんまげだと思う。この新キャラの方ではない可能性が高い。
互い一応見ていく可能性がある。ちょんまげ白なのかお前は。さあどっちだ。君オートでも勝つね。俺の指示がいらない説が、また新しい説が濃厚になってる。もういいよ、モンスターバトル協会フィンバー。お前は、あ、また間違えた。これどうだ、ボーダーか、ボーダーかっこ赤か。これは見るしかねえ。頼む頼む、出会うまで、出会うまで終わらないという。おお、これこれ違う、これ違うな。一瞬何かがビッときたけど、これペプシマンの方だ。これペプシマンの方だろ。ちくしょう。お前なんかどうでもいいんだよ。お前なんかどうでもいいんだよ、俺は。なんで当たんだよ、ガッツダン技。そのゴミみたいなガッツダン技が。まあ、これは仕方ない。それは仕方がない。命中技、俺だってわかってる。確率論で生きてる、この世の中。なぜ当たらん、なぜ当たらん、お前最高命中だぞ、最高キネシス。なぜ当たる、それが。こいつ、こいつやってる。食うか、食うか食われるかの世界。ちょっと食わしてくれ。ああ、うまい。おー、ちょ、クリティカッター、今クリティカッター入った。樋口カッターの親戚、クリティカッター。ちょ、ビンタはよろしくない、げんこつもよろしくない。ちょっと離れよ。殺虫剤どうだ、撃ってこい。お前に撃てるか、バルさんが。先に撃っちゃう、もう我慢できない、我慢できないんだ俺。あー、強え、最近でいいね、逃げ切りに使えるわ、このコストパフォーマンスの高さ。やはり初代特有のこの消費ガッツの少なさよ。おい、終わらせてくれ、この動画終わらせてくれ。終わらない、新キャラが出てこない。違うな、違うな、これテクノだ。違う、お前寒天だろ。違う違う。はい、あれからね、2、30分ずっとこれ繰り返してんだけど出ませんでした。結論、誰も新キャラを強くしていないということで、今回の企画はここで終わろうと思います。ありがとうございました。俺は悲しいよ、散々みんな散々ツイッターであだこうだ言っといて、誰も興味ねえじゃねえかこのゲームに。何、お前は育てたのか。育ててねえよバカ。さよなら。